Okay, 皆様、おはようございます。ピーターですっていうノリでいきましょう。では今日のコメント、そうですね。バラッパッパパーン。今日のテーマはですね、日本は7はすごすぎるということでですね、外人がもう、驚きということで、レッツいきましょうと。7ってですね、7はですね、すごく皆さんは通ってるかと思うんですけど、まあ、日本の中では7もあるし、ローソンもあるし、ファミマもあるし、山崎なんちゃらもあるし、ニュースなんちゃらもあるし、いろいろあるんですけれども、やっぱりキングは7イレブンだと思いますね。で、世界的にも結構その7イレブン、日本の7イレブンは高い評価はいただいてるんです。まずはですね、日本がいい説っていうところでいきましょう。まずは外人 A さんは、どこにでもある日本の24時間営業のセブンイレブンが恋しい。腹が減って朝5時に起きると、美味しい焼き鳥やフライドチキンのことを考えてまうわ。君らは恵まれてんでっていうような、お声がございます。私も一時期ものすごいハマってて、セブンイレブンじゃないんですけど、なんかローソンのファミチキとか、ローソンのファミチキ、ファミリーマートのファミチキね、すごいハマってる時期もあって、やっぱりこれは強いね。でも、まあ、食べ過ぎるとなんかすごい気持ち悪くなるな。外人 B が、日本の客の質を求める品揃いが悪かったら潰れるから、それほど品質が高いということです。まさに日本人のお客様が作り上げたセブンという意味だと思うんですけれども、では皆さんはスラーピーっていう存在についてはご存じないと思います。スラーピーはね、これ日本人が言ってます。でも個人的には豪州のセブンイレブンで買ったスラーピー、シャーベット飲料やパイが恋しい。スラーピーがですね、本当に美味しい、本当にうまいんです。外人 A が、日本でスラーピー売ってないんですかって、それに対して日本人 B、 売ってないんだよねって。全然関係ない外人 B が、セブンイレブンはマレーシアにもあるけど、やっぱりスラーピー目当てでしか行かないんですよ。やはりスラーピーはめちゃめちゃいいんですよ。で、どういうものかって言いますと、ご覧の通り、ほらセブンついてるじゃないですか、スラーピー。これはですね、色はやばい、色は非常にやばいです。で、何が入ってるのかは怪しい。でもシャーベットの味がもう抜群すぎて、もうめちゃくちゃ美味しいんですよ。でですね、こういうセブンとか行くと必ずスラーピーを買うっていうのが習慣です。で、大きさを見てくださいよ。この大きさはね、日本のスーパーグランドデラックスラージより絶対大きいんですよ。こんな大きい、カップのサイズは多分日本に存在してないんですよ。では次、アメリカがゴミ説、まあ、これはアメリカのセブンの話ですけど、まず外人 A は、なぜアジアのセブンイレブンはこっちと比べて充実してるんだ。日本だと店員が親切で品揃い豊富で、いい感じの座席スペースがある。まあ、これはめっちゃ立派なのセブンですよね。でもあんまりなんか良くないセブンもあると思うんですけどね、日本でも。アメリカだと店員が態度悪いインド人、これはちょっと俺は賛成できない、人種差別なんですけど、で品揃えが良くないし、外の駐車場で食べることになる。本当に考えさせられます。うちの猫。あとはアメリカの店は世界一ダメだって。これはどうやろうな、いい点もありますよ。スラーピーとかあんまりし。次はアメリカのセブンイレブンはクソすぎるねって。酒とタバコを買うためだけに存在しているようなもの。日本やタイのセブンイレブンは食べ物も飲み物も良かったよ。確かに。でも日本のセブンって多分一番使われている理由としてはタバコなんじゃない、まあ、俺の知り合いの中で。けど、やっぱり食べたい時も行けるし、なんか
か飲み物買いますよね。それだけだと考えると別にアメリカはそんなに不自由してると思わないんですけれども、タイは実はすごいんですよ。でタイのセブンはこちらの模様なんですけれども、こちら右側がもういろんな飲み物ですね。まあ、こちらはなんていうか乳製品が今たくさん目に見えてるんですけど、左側もいろんなジュースとか、まあ、この小さいセクションなんですけど、あ、スラーピーも売ってますね。スラーピー、あと、まあ、ラーメンとかの様々なもの売ってるし、あのフランクとか、全然あったかい食べ物も用意してるし、多分世界ランキングではタイと日本は全然違う雰囲気がするんだけど、両方めちゃめちゃいいんですよ。だからタイですとなんか 100% のアサイジュースとか売ってるし、普通に果実とかめっちゃ売ってるし、あとなんかボードゲームとか売ってるんですよね。結構面白い。みんな行けるチャンスがあれば行くと面白いです。あとなぜか ATM が外にある。ちょっとその理由は分かんないです。では海外の他のアメリカと日本と以外のセブンイレブンの話なんですけど、まあいろいろあってもうここ全部主役したんですけど、まずスウェーデンのセブンイレブンはひどいよ。物が足りない。おお。セブンイレブンはアメリカにいる時よりもアメリカ国外でよく見る。まあ、これは多分アジアの話ですよね。でベルギーにはこんな店はない。でもっと下にはフランスも見たことない店だ。だからヨーロッパあんまりこれはないっていうことですかね。まあスウェーデンはストックホルムなので、次のストックホルムにしょぼいセブンイレブンが10、15店舗あります。移動販売車もあるが、利点といえばお酒が買えることぐらい。この移動専売車っていうのは気になって、どういうものかって見るとこんな感じなんですよ。セブンイレブンのフードトラックっていうのはあって、いろんな飲み物とか食べ物とかアルコールを売ってるっぽいですね。これはすごく面白いですね。移動してるんですね。だからどこで見つかるのかわからないっていう。まあやっぱりなんかお散歩とかする国ですとこれはいいかもしれないですね。次にはその他情報。今のセブンイレブンは日本企業って知ってたかい？多分日本人は、みんなセブンが日本の企業だと分かってると思うんですけど、まあ、元々はアメリカの企業で、日本がその子会社みたいな感じ で日本の方が全然売れてて、日本が、下克上をしてアメリカのコンペニーを買いましたっていう話がありました。ミスタードーナツもアメリカ発祥だけど日本企業だなと。まあこれもアメリカの企業ですよね。でも今日本になって、で最後にその、コンビニランキング、この、なんか外人 A が2人、この外人 B が、あとセブンイレブンはイコールかその上は、ファミリーマート、まあ、台東かその上、その下にローソン、その下にゴミ、その下にデイリーヤマザキ。めちゃめちゃデイリーヤマザキ嫌いですね。ちょっと気になってて、ネットの調査を見たんですけど、このようなランキングがありましてですね、1番はどうやらセブンイレブンですね、圧倒的に。しかし、ローソンが実は2番になったんですよね。俺的にはファミマが2番と思ったんですよ。でもまあローソンが2っていうことでファミマが3です。サークル K はなぜか4ですね。ここにデイリーヤマザキないな。まあ俺的にはこのファイマー以下のものは全部もう行く行かないことやと思うんですけど、実はポプラは結構俺好きなんですよね。昔は広島に住んでたんですけど、ポプラは超充実してるっていうイメージしかなかった。全然なんかミニストップとか比べ物にならないということです、なんでまあこのふうに、世界にはたくさんの日本のコンビニが大好きのファンがいるし、
でもやっぱり俺も抱いてる問題やし、日本の深刻な問題はスラーピーは販売されてないっていうことなんですね。まあ、おそらくそれは日本で、誰も買いませんよっていう、理由っていうのがあると思うんですが、個人的にはスラーピーが、販売してくれたら嬉しいですね。あと、ちょっと色はもうちょっと、なんていうか 自然のものに変えて、ちょっとケミカルじゃなくて、なんだ、もっとなんかリンゴ100%とか何かで、まあそれ、まあいいや、まあそのような飲み物はあったらいいなっていうふうには思います。皆さんはどうですか？海外のコンビニとかは行ったことありますか？もしくはスラッピーは飲んだことありますか？なんかコメントで、お声を届けてもらいたいです。日本語がおかしいかな。面白かったらいいね。もっと見たかったら登録をお願いします。ではおおきに。